どうも、九州タワーズ大輝です。今回ですけども 19AW 立ち上がりということで、大阪のセレクトショップケーブさんの方に来てお買い物をしていきたいなと思います。カメラマンは高尾さんですね。真剣な眼差しですね。ということで早速見ていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、金忠さんです。お世話になります。お世話になります。ということで、はい、19AW 待望の酒井と、ね、酒井、JW アンダーソン、コーシェあたりは入ってきます、ね、はい、まあ、その他もストーンアイランドとか、そうですね、一部ストーンアイランド、マルニとかも入ってきて、はい、まあ、その中でもなんか僕の気になる3ブランドをちょっと今回見ていきたいなと思います。お願いします。はい、じゃあまずどうしましょう。酒井からいきます。いきましょう。まず酒井 T シャツですね。今回はでも売れましたね。バーイタリア。バーイタリア。配色がいいというのと、まあ、メッセージ性もね、そうですね、やっぱあるんですよね、これね。酒井らしい。なんかまあデザイナーゆかりのみたいなとこなんで、それが結構受けましたね。多国籍バーと。そうですね。まあロンドン留学してた時のっていうお店なんで。はい、え、行ったことありますか。ここですか、はい、行ったことないで す, そうです、ね、ロンドン自体は行ったことあるんですけ ど、はい、だから今回 の, そのテーマ多分メルティングポットっていう もう一方もその意味合いなんですよ、ね、はい、人種のルツボでしたっけ。そ う, まあ、そういったところで結構メッセージ性はあるですね。パーカーと T シャツ と、もうメルティングポットでしたっけ、はい、はなくなっちゃったんですか。なくなっちゃいました。でもなくなったんです。また入ってくる。あ、また入ってくる。あのね、フーディーが、パーカーがまた入ってくる。入ってます。 T シャツはもうちょっと完売しちゃったんですけど、バーイタリアはパーカーもありますね。この辺気になってますね。このやっぱグリーンの配色が綺麗ですよね。はい、ね、あとはシャツですね。シャツです。ちょっとスポーツミックスに、まあそうですね、上の、まあこれね、でも実際今着るにはちょっと暑いんですよ、さすがに。でもやっぱ通気性の面でね、すごい可愛いんですけどね。この普通のシャツの上に、まあ言ったらね、そのコーチジャケットみたいな感じでナイロンのブルゾンみたいなのを合わせてるんですけど、まあ、酒井らしいアイテムですよね。今回取り扱いはこのだけって感じですね。これですね、スポーツアイテム、はい、あのパンツとかジャケットとかもありましたよね。シャツで行きましたね今回は。で、まあ、どちらかというと、はい、うちのお店自体で推し強く推してるのは多分ニット。ニット、うん、ニットはやっぱりいいですね、はい、ケーブさんニットを推してるんですね。ニットは豊富です ね、 ですね今回酒井は、はい、酒井といえばこれはファーストデリバリーで入ってきたニットですね。ここのリピールで言うとここのジップですよね、今回はもうジップ使いが、はい、結構あれなんですけど、これですね、はい、レイヤードできるようなアイテムですね。これはでも結構素材感も軽いんですよ。軽いですね、まあ、このジップ使いが今回はもう多いです、ね、テーマというか多いですね。 これですね、はい、コレクションで。そうですね、肩出しの。肩出しですよね、これがね。いや、それこそ ね、これ、僕も拝みに行ったんですよ。あのちょっとあれなんですけど、直営店の方で。あ、そうなんですね、はい、見に行ったんですね。そうです、女性店員さんが来てるのを勝手に拝みに行ったんですけど、ここにめちゃくちゃ可愛かったです。肩出してもらってで、まあ、ここにもついてるんで、はい、これでもメンズでも結構ね、あの一番今回人気があります、ね、確かに僕も結構これは気になってました。そうでも結構買われてる。結構すごく厚みのあるニットですね。そうですね、これは先ほどよりちょっとずっしりしてる感じがあります、ね、どちらかというとこう1枚で着て見せてもらう方がいいかもわかんないですね。中は着ない方がいいんですかね、これね、タンクトップ。これね、分かれるんですか。いや、できれば多分肌出した方が可愛いとは思うんですけど、レイヤードするんやったらちょっと難しいんですよね。なるほど。この配色の組み合わせに合う差し色だったり柄だったりを出さんと。そうですね、はい、なんか下着見えても意味ないですよね。そうなんですよだから、ね、多分まあ2色一応ね、展開ではこの2色 で、ね、はい、ネイビーオレンジとホワイトグリーンですね、はい、このまま結構おすすめのニットですね今回の。いいな、現状での多分一番人気、一番人気やと思います。一番人気か、はい、ですよね。これはめっちゃいいっすもん。でニットの間にパーカーが。そうですね、このパーカーは刺繍、ここの刺繍ですね、はい、こだわりはこだわり詰まってますね、はい、だから堺であんまりそのね、なんかかぶりのパーカーって多いんですけど、はい、ジップパーカーってあんまりないんですよ。そのアイテムで今回はちょっとここがあんま可愛くて刺しで入れたようなアイテムですね。でこれもこの辺ニット、これも可愛いですよね。ここにまずやばいっす、ボタン、ボタンついてる、はい、ちょっとそのブレザーっぽい感じで。そうなんですね、ちょっと装飾、あ、肩にもそうですね、はい、うわー、これ洗濯とか
お手入れやばそうっすね。でジップ、ジップ開くとジップですね、はい、ここが肩出しジップ、ここさ映ってますか、はい、これすごいでしょ。でもここわざとレイヤードにして、はい、二重になってるんですね、はい、本当に一枚でおしゃれになるっていうか、そうですね、様になるニットばかりですね。でまたね、単色のただ単なるニットじゃなくて、そういう切り替えだったり、そうですね、まあ、装飾だったり、はい、そういったところはやっぱ堺らしい感じですね。これもそうですね、これはもうちょっとアウターニットブルゾン、そうプルオーバー、プルオーバー、はい、もうだからこのトッキングですよね、ここの全部組み合わせてるんですけど、はい、ここ素材違ってですね、そうなんですよ、細かいんですよね、この袖のここに一旦入れてるとことか、ね、結構細かいですよね。ちょうどねこの来た時にボディと腕のところが同じ位置になるように、そういう設計がされてるんですね、はい、ニット豊富なんですよね。でまあ一個ちょっとブルゾン、ね、ブルゾンで、はい、レオパードのド派手ですね、はい、でも今回このレオパードもショーで結構目立ってましたね。そうなんですよ、なんか、まあ、お客さん曰くなんですけど、はい、あのレオパードのアイテムも堺がやるとそんないやらしくないっていう人が多いんですよ。確かに、それで結構売れてて、確かに、あとはパンツですね、これがだから同じようなベルトパンツミリタリーので、これの言ったら一緒ですよね、あセットで着れるような、うん、でレングスはクロップドになってますね。結構最近多いですよねクロップド、渡りが太くてちょっと細くなってテーパーで見せて、はい、クロップドは多いですね、めちゃくちゃ多いですよね。まあ堺もね出してるスニーカーがやっぱり多分丈的にねクロップドも合うしっていうところがあるんですよね、やっぱり、うん、あそういうことですね、プレザートとか、そうですね、あのワッフルとワッフルレーサーとか合うんで、あれ買いました、あれね抽選外れたけど手にしました、あ手にしましたでこれが定番のソガリブのスウェットパンツ、今回ウールバージョンですね。でこの場合、まあ、そのウールの質感がねそんなにその薄いあのスーツ地のウールとかではないんで、はい、裏地は全部フルでついてますね。これはこういうちょっとイージーパンツちょっとね今シーズン気になってたんですけど、ね、あ本当ですか、あんま履いてるイメージはないですよね。そうですね、なんかあんまり今まで履いてないんですけど、ブレザーとか、はい、ジャケット類なんかちょっとやっぱ着たくなるじゃないですか今シーズン、はいはいはい、なんかその下にこう合わせるパンツとしてすごくいいなとちょっと思ってて、スウェットパンツ、まあ、確かにそうですね、はい、なんかこの辺はちょっとそのスポーティーでありこうちょっとイージーな感じラフな感じなんですけど、うん、そこにそのジャケットとかちょっとかっちりしたものを持ってきて外しで着てもらうのが、ね、多分おすすめはおすすめです ね、 いいすね。でもう一個メルトンのパンツなんですけど、これもその先ほどで多分こうで着てたかな、はい、なんか結構ね堺ってトップスにフューチャーされがちなんですけど、す、ね、意外とパンツはね使えるベーシックなものが多くて、今回結構パンツの方が気になってます。あ本当ですか、はい、特にそのスウェットとイージーパンツ、うん、あとは細かいところで靴下、あそうですね、ですね靴下、はい、4種類あとは堺カバンですかね、オーパーコラボ、はい、が今これとこれですね。でこれのカーキはちょっともうなくなってます。でこっちの黒もなくなってます、はい感じですね。サイズ感が絶妙ですね。これまでこれはもうショルダーでも、これはもうあのいわゆるなんか財布とかあのカードケースみたいなノリと一緒ですよね。このあたりが今現状のラインナップですね。はい、ちょっと気になるアイテムをいくつか着させていただいても、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ着たいと思います。はい、履いてみました。どうでしょう、なんか程よい緩さ。そうですね、はい、今 T シャツに着てるからちょっとどういうスウェットパンツにそのままイージーパンツに見えますけど、そうですね、これにまあジャケットでニットだったりとかいいですね。なんかこれにちょっとパンツに合わせて大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ、はい、はい、ということで着てみました。いかがですか高尾さん。ここが多分素肌見えたらもっと可愛いですね。そうですね、今着てみた感じですね。パンツ的には白の方がいいんですかね、うん、合いますね。合いそうですよね、はい、ちょっと濃淡つきすぎてる感じですね。そうですね、いやいいな、着るといいです。白も着てみていいですか。いいですよ、はい、はい、大丈夫ですよ。はい、ということで白のニット着てみました。こっちの方がいいですね。サイズが上がってるんですよね。サイズがワンサイズ上がってますね。ててでもこのニットは多分ちょっと緩い感じでざっくり着る方が可愛いと思います。そうですね、確かにな。
いいっすね。お粉まずすごいいいな。サンダルじゃなかったらもう最高だな。そうっすね。これにあのブレザーとか合わせちゃって。そうっすね。靴合わせて。ワッフルでもいいっすね。あ、いいっすね。次出るワッフルとかね、多分色、ね、配色が派手じゃなくてグレーと黒の方とかだったら、はい、多分すごいまとまると思います。いいす、ね、確かに欲しいな。 あと T シャツも、あ、いいですよ、はい、着てもいいですか。バイタリア、はい、むしろ結構 T シャツを僕は、まあ、今すぐ着れるんで、そうですね、はい、欲しいなと思ってたんですけど、はい、ということで着てみました。サイズ3なんですけど、ジャストですね。そうですね、サイズは3でジャストです。いや、かわいいと思います。いいですね、はい、このグリーンが最高に晴れてますね。なんか酒井の T シャツは首も詰まりすぎてないですね。はい、ということでちょっと酒井の方はちょっと悩むということで、続いてコシェ見ていきたいなと思います。今ちょっとホットな話題のね、はい、フランスの賞をね、新人のデザイナーの賞ですかね、はい、取ったんで、グランプリ取ったんで、コシェです。まあ、今後もっと露出はするかなと思いますね、はい、ちょっとこういうフラワーのデザイン T シャツです。これはロゴ T ですね。そうですね、コシェ。やっぱこっちの方がドッキングっぽいですね。プリントドッキングですよね。あ、でもドッキングしてるわけじゃないですね。そうなんです、プリントなんです。プリントで見せてるんですよ、はい、ドッキング風に、はい、なるほど。切り替えでそう見えるっすよね、これパリ、コシェ。ちょっとサッカーのあれですか。そうです、イメージは結構多いんですよ、そのサッカーモチーフ。コシェはカットソールが多い感じですね今。これね、まあ、実際まだもうちょっと入ってくるんですけど、はい、もうパーカーっすよね。ハートが入ってますね。かわいいでしょ。ハートはね、これが可愛いんですよね、ハートは。僕もちょっとこれ気になったんですよ。ハートはこっちが可愛いんですよね、コシェのロンティ。ブロック調のね、ハートでスリーブにまた入ってて、はい、色がいいんですよね。これはもうなんかちょっと濃い色のね、なんか黒系のスラックスインしてもらってさらっと着る感じが。そうっす、もう黄色をちょっと、もうそういう派手な色をちょっと卒業しようと思って。卒業、はい、黄色以外ないですかって問い合わせに申し訳なかったですけど、これになんかイメージではそういうちょっとスラックスにインしてもらって、でちょっとこう 白のバゲットとか被ってもらうと濃くなりますね。ケーブさんっぽいですね、はい、海外とかでもね、そういう合わせしてる人結構多いんですよ、ですね、はい。で、まあロンティーがもう一方、このねチェーンシリーズですね。左右で色変えて、いいですね、はい、新種メートルして腰を出てる、基本的にロゴですね、入ってる。で今回は今ある分でいうと、これが一番ウェアでは結構メインですかね。多いですね、はい、ね、ドッキングで。ラガーシャツもドッキングですね。高尾さん、これ好きそうじゃないですか。と、あとは小物ですね。小物。キャップ。そうなんですよ。キャップですね。キャップが気になってるんですよ、僕も。この辺はね、いい色です。インスタで見てた時から僕はもう買おうと思ってたようなアイテムですね。可愛いですよね。はい。今回は、ニューエラとのコラボレーションですね。こっちは普通の。ちょっとこっち阪神タイガースっぽい感じ。それよく言われるんですよね。あ、本当ですか。多分やっぱ大阪やから、この縦縞っていうと多分そう言われるんですよね。もう一方が、はい、はい、これ熊台と真駒井仕様です、僕からしたんですよ。これ九州タワーズの K じゃないですかって金田さんが。九州タワーズの K です。金田さんの K ですね。もあるはい。だからこれコシェの K ですね。はい。ちょっとこれ被ってみていいですか。どうぞどうぞ。これでもね、僕はもういいなと思って。どうですか、高さん。なんか昔の大輝、昔の僕でもいいですよね、めっちゃいいなと思って。軽でこれはね、買おうって思って着てるん で、はい、で被ってその深さも良かったんでいいなと思って、これ今回いただきたいです。はい、ということで、まあ、キャップは購入するんですけど、他のねアイテムもちょっと着てみたいなと思います。はい、ということで着てみました。パーカーです。結構ゆったりめです。そうですね。サイズこれいくつ？ M です。 M サイズでこのサイズ感なんで、はい、袖はダランとなって、でこの切り返しみたいな、ドッキングじゃないですけど、このねディティールが結構特徴的なパーカーですね。単なるパーカーじゃなくて、あと1個ラガーシャツも着てみたいですか。
はい、ラガーシャツ着てみました。高尾さんどうですか？なんかっぽくないですね。僕っぽくない感じがしますね。なんかその多分茶系の色が若干なんかそのあれですよね、ちょっと古着っぽさを出しますよね。あ、そうですね、してますね。だから若干こう前とかこう引っ掛け気味とか、ベルトにつけてみたいな、こういう感じが可愛いですね。確かにありですね。はい、続いて、まあ、今酒井コシェと来て最後アンダーソン着ていきたいなと思います。まあ、正直大本命です ね。今回アンダーソン好きですもんね。はい、中でもなんか今シーズンはすごくいいなって。そうです、ね、はい、思ってました、はい、これはちょっとまずおまけみたいなもんなんですけどね、はい、これもこれね、本来はこうなんですよ。ショーピースで結構そうなんです、見ましたね、はい、アウターとかの上に似合ってましたね、つけてもらう感じがいいんですけど、でこの辺ってもうそのアンダーソンらしいっていうか、うん、意外とでもこういうアイテムが一番ええ値段するんですよ。そうですね、ほんまに確かにこれね、実際まあまあいい値段するんです。だから多分あんまこう皆さんチョイスしないんでこう被らないっていうのはあるんですけど、ただ結構金額が太いですね。これがシャツですね。シャツ、これが一番気になってました。ドッキングっていうか切り替え。そうなんですよ、シャツですね。でこれ白だと思ってたら、これサックスなんですよね。サックスなんですよね。中はネイビーですね、はい、ネイビーので、ここにロゴ、ロゴですね、はい、でこれはまあ余談なんですけど、はい、今回もシャツいいですし、はい、2020もシャツがいいんですよ。シャツですか？シャツはいけてますね。2020を着る服ないなと思ってたんですけどね、コレクション見てて。いや、シャツみんな服着てなかったじゃないですか。そうなんですよ、あれね、斬新なアイテム多すぎて。ショーピースはね、結構ね、斬新やったんですよ。ただコマーシャルピースの実際着れるものはシャツめちゃくちゃ良かったですか？ちょっと期待したいと思います。あとこれがこれ ね、やばいっす。これが着てほしいんですけどね、ほんまはこれね、これですよ、これ、はい、ね、これがいいっすよね。この辺も、はい、ここもこういけるんですか？いや、いけないっす。いけないっす、はい、これかなりもう強引になるんで、はい、だからそれがいわゆるこうね、あのベスト型にして、まあシャツ、なるほど、オンシャツ、なるほど、ベスト型のイメージなんですね。そうなんですよ。でこアシンメトリーで、裏は裏は、あ、白シャツですね、はい、これは結構、まあ、ショーの本命ですね。そうですね、ショーでもかなり。で JW アンダーソンの場合もそのショーピースとかであの製品化されないものってちょっとあるんですよ、うん、はい、言ってましたね。そうなんですよ、いつもね結構あったりするんですけど、でもこれは一応その商品化になった方ですね。で次がこれがね、今回デザイナーも着用してた。そうです、これ最後なんかもう出てきた瞬間、何これみたいな、僕が勝手にあのジョナサンだと思ってたんですけど、違ったみたいですね。イギリスの詩人の、はいはい、肖像画ですね、はい、まあ、でその刺繍の、まあ、文面ちょっと使ってるジョナサンらしい感じですね。アートとかそういうところから持ってくるピースですね、はい、これもデザイナーも ね多分 この時のショーは着てたんじゃないですかね。着てました、珍しいですね、あの人自分の服着る。そうなんですよ。でこれもそうなんですよ、はい、ショーピースで、あ、これめちゃくちゃ気になってた、何なんだろうこれみたいな、全員がつけてたやつですね。そうですよね、これが、まあ、本来ねちょっと黒とか入れたかったんですけど、黒とかがちょっとなくて、そうなんですよね、この色だけになっちゃったんですけど、かぶ、ね、って出てるやつですね。かぶります、うん、後でかぶります、かぶります、はい。でもこれもねいいなってずっと思うんですけど、まあまあ値段するんですよね。そうなんですよね、これがねまたね結構お財布との相談ということで、はい、スウェットとかよりも高いですねでこれが定番のアイテムですね。はい、ロゴの定番の。でも色味すごいいい色味ですね。いいですよね。で、ね、次のスウェットも、まあ、この辺もここのここが可愛いんですけど、アンダーソンらしい、はい、ちょっとレインボーみたいな感じ。でも特徴はねここなんですよ、ね、スリーブですね、はい、この袖がボタンで、そうですね、腕出せるってやつですね、はい、サイズ感も結構ゆったりめ、これはちょっとオーバーめで着てもらう、ね、これねなんかね結構メンズの商品なんですけど、あの女性が着ても多分可愛いと思います、はい、でもう一つはそのままパーカー、ロゴパーカーですね、はい、さっきの同じ刺繍です、はい、いかついっすね。でもいや、これ可愛いでしょ、こんなとこ、こんな色使うっていうぐらい使ってますからねこれ贅沢な、はい、そうなんですよね、まあ、シンプルなパーカーですね、はい。で、まあ、ちょっと気早いんですけど、アウター。これがね、これだけですか？今のところこれだけですね。まだ入ってきます。はい、まだ入ってきます。ムートンとか入ってきます。ああ、そうでした。はい、えぐいムートンが入ってくるんですね。これヘリンボーンのオーバーサイズのアウターですね。で、これはなんかね、どちらかというと、まあ、
JW ではああいうさっきのフーディーパーカーとかあったじゃないですか、はい、ああいうのと合わせてスラックスで着ると丈感とかめっちゃあのちょうどお尻ぐらいでいい感じなんですよね。色味も絶妙ですね。そうですね、ヘリンボーンはねやっぱあの雰囲気出るんで助かりますよね、はい、っていうラインナップと一応あバッグ、そうなんですよ、ね、あこれなんですね、これがね、はい、ショーで持ってたやつ、もう一個ここがゼブラとかのやつもありますね、はい、このショーで持ってたやつなんですけど、この辺がちょっとスポーティーな感じで今アンダーソン押してるんですよね、このうん、っていう感じですね、ラインナップ、ね、パースデリバリーがこんな感じになってます、はい、ちょっと気になる商品着ていきたいなと思います。着てみました、シャツです。サックスのベーシックなんですけどめちゃくちゃいいですね。ちょっとした遊び心がありますね。なんかあの柔らかい可愛らしさみたいなところがやっぱありますよ、ね、ちょっとこれ被ってみます。いいですか、いいですね、これ合ってます、これこれ結構とんがってましたっけ、こんな、はい、みんな似合ってたんだけどな、外国人ちょっとさすがですね。なんかあの急に昭和になる上が昭和になるもう一個のシャツ着ます。そうです、もう一個のシャツも着てみたいと思います。はい、着てみました。いやもう着ててワクワクするようなシャツですね、まあ、さっきのも良かったんですけど、まあ、一番らしいって言ったららしいシャツかもしれないですね、今シーズン。いや可愛いですね、うん、めっちゃいい、人入れた感じの、いやいいっすね、遊び心満点すぎるよ。いい、ちょっとこの上にピーコート着て、あいいですよ、ジャケット、はい、ということで着てみました、ジャケットも。これなんか横から見た時も立体的な感じの、ね、身幅が大きく取ってあるんでここが出る感じがありますね。でそこまで生地感もあの厚手で硬くはないんで、はい、動きがで先ほど言った感じでこう尻回りがいい、そうなんですよね、出てくる感じ、それがいいんですよね、前と。これ完璧じゃないですか、これ可愛いですね、セミも履いていいですね、シャツ着てセミもジャケット着て、そうですね、足元サンダルというのがまたいいでも JW だったら裸足とかの時もあるんで、あるんですねそういいですね、シャツも似合ってるんですかね。はい、うわちょっと待って、ちょっと待って、タコさんめっちゃいいやろこれめっちゃ合ってるじゃないですか、色味パンツとめっちゃいいでしょ、しかも後ろパンツ後ろなくてこっち後ろしっかりあって、ちょっと待って、なんか前の、SS のギルバート&ジョージャーじゃないですか、はいはい、まあ、あれがこれみたいな感じで今回で言うと、はい、まあ、アートの方ですよね。ちょっと悩んでいいですかちょっと悩ませてください。はい、ということでタコさん、ちょっと、まあ、ちょっとブレイクタイムになるんですけど、じゃあセールもね、まあ、もちろんなんですけどこのシーズンやってて、セールでやっぱ気になる商品が1個だけありまして、それもね先ほどの JW アンダーソンになるんですけど、こちら 16SS のショーツです。ちょっとこうシャカシャカしたような生地感のショーツになりますね。なんかやっぱ今年の 20SS かな、次の見てるとこうショーツがすごく僕の中で印象的でいいなと思って探してた中で、まあこちらのねショーツだったら、まあセール品だったらショーツ手出せるかなっていうのもあって挑戦してみたいなと思ってます。これもちょっと着てみたいなと思います。はい、ショーツ履いてみました。ちょっと見にくいかもしれないですけど、ちょっと丈感短めで膨らみのあるようなショーツですね。ディティールもちょっと面白くて、プリッツっていうかタックが深く入ってますね。これも買ってできてたんで、この夏、はい、夏からも次の SS にかけて使われてますね、履いていきたいな。ナイキがね結構ねショーツが ね、めちゃくちゃいいですよね、うん、はい、ということでもう最後の方になるんですけど、シンキングタイムです。本当に高さん何が一番良かったですか。いや僕はもうダントツでシャツですね。シャツですか、 JW の、うん、JW の、 あの長い片方。でもなんかこう時間系列的に最後に歩きたからよく見れてるんですけど、酒井のニットとかもすごい良かったですよ。わかりました、決めました。はい、うわめちゃ全部かっこよかったですね本当に。でもやっぱこのシャツしましょうかね。
シャツに。そう、これがなんかやっぱ着てて一番いいと思います。はい、良かったんで。僕の予想は外れました。あ、本当ですか。何予想してました。いや、なんやかんや言うて、はい、絶対にあの一番デイリーに着るものを選ぶと思います、はい、あ、これですか。そう、確かに。やそれ、これもめちゃくちゃ好きそれやと思った、そんまに。でもやっぱそのファッションとしてはやっぱあのシャツがやっぱおすすめなんですね。なんか着てて一番やっぱこれ着た瞬間がね、そう思った以上にうわいいなっていうのがやっぱあったんで。これはもうね、洋服なんですよ。洋服、まあ、アンダーソンって言ったらやっぱこういうのがですね、うん、おすすめはおすすめですね。このシャツにしたいと思います。はい、ということで高尾さんどうだった。個人的にはね、すごく満足してる。あのシャツやっぱ、うん、一番着ててね、良かったなって。他の境もね、良かったよね、ニットね。良かったけどね、個人的には。それ中心に、うん、パンツもめっちゃね、最初やっぱ気になって、よかった、いいなと思ってたんだけど、うん、あれがもう全部上回ったというか。あ、そう、うん、いや、まあね、なんかあんまり大気っぽくないデザインのシャツだけど、まあ、俺は個人的にはすごくインパクトあって、なるほどなるほど、うん、一番印象残った、今回のお買い物では一番印象残ったアイテムが、まあ、あれだって感じ、あれ、うん、だからすごく良かったのかなと思って。確かにね、うん、僕の中で今シーズンというかこれからちょっとシャツにね、こうお金使っていきたいなっていうのもあったから。ああ、ちょうどよか、そこがマッチしたわけだね。マッチしたからって感じですね。まあ境に行っても分かったけど、よかったよね。でも今すぐ着れないっていうのも考えて、うん、9月10月かっていうのね考えると、うん、まあまあまあ、あのシャツで、まあまあまあ、かなりガシガシ着ていきたいなと思います。はい、ということで今回は大阪警部さんのお買い物動画でした。ぜひ皆さんもね、塾へ立ち上がってるので遊びに行ってみてください。ということで本日は以上です。この動画が良ければグッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。